Evening, folks. This is Giba Nile, Yokohama City, Japan. The Yokohama Daily Conversations again to you. May the 2nd, 2024, Thursday evening, 4:35 p.m. Denga no manga da. と妹がね、虫前ね、もう5日ぐらい夕食を作ります、夕食を、うん、まずはジャガーバだね、ジャガー、ジャガー今もやることいっぱいあるからね、これの時か。なんか頭痛なしでいいよね。こっちは水と水と水です。鍋に水です。とまずかぼちゃからやろうかね。うん、かぼちゃ。かぼちゃ。今日なんかね朝すぐなんか肌が寒いなと思ったけど、お昼は暖かいね。不器用な。最後回ってね。これは向こうか。まずね、かぼちゃね。かぼちゃ。まあ、ちょっと洗って、洗って入れちゃう。で入れちゃうと切ったあんだからね、頭痛なしの私にはぴったし。妹のところくんとね、まあ、そんでね、この運動がめんどくせえな、ここいいや、あのちょっととりあえずここへ止めよう、用意してからやれよ。あ、そうだね。とまずはかぼちゃね、かぼちゃができましたと。素早いでしょ。遊んでね、ここへ来るとさ、1週間ぐらい前かな、ここへ来たお母ちゃんの家、あのアパートなんだよね、まあ、妹のアパートとも言えるけどさ、なんでピッタンピッタン言ってんの。あ、握力がないからね。うん、10日ぐらい前かな、玄関開けたらさ、あ、すいません、よそのうち間違えた、間違えましたみたいなさ、だからもうお母ちゃんこの部屋にいないね。だってさ、あの、あ、ダメは言っちゃいけないんだってね。だってだから、でもどうしてね、いけないんだそうです。お母ちゃん言ったよ、この、このお前にジャガイモ向かしたくないって言ってた。お前にジャガイモ向かしたらないよって言ってたね。ギターは適当に弾けんだけどさ、これかね、ジャガイモ。ジャガイモ。ここにはこれがありますからね、これが。明日
ここでやんなきゃ。お前何やってんのって話になるよね。明日はゴミ、生ゴミの日だよ。音聞いた？俺が向くとさ、10センチ四方、まあ、例えだよ。10センチ四方のジャガイモなんかさ、4センチ四方ぐらいになっちゃう。君は黒いまま食べたらどうなの？ごもっとも。俺もそう思うんだよね。もうお母ちゃんいないんだからさ。うん。硬くなったよね。ほんと、ここへ来てさ、ここへ来る理由はたった一つ、おかじゃんって言うだけだったからさ、それがね、先月半ばで7ヶ月が過ぎたんだ、あ4月の半ばでね、7ヶ月が過ぎてさ、なんかもうさ、来てもさ、まあ、妹が出かけん時留守番とかね、今日なんかお米がさっき来たんだけど、あ、なった。ねえ。やめて、400円も値上がりしちゃってさ。まあ、個人商店だからさ、厳しいのかもね。5キロのお米で400円上がっちゃったらさ、ちょっと買えませんよって感じ。妹もさ、どっか安いお米、今まではさ、配達してもらってたけどさ、オーケストラでもちょっと見に行かないとな。厳しいよね。個人商店で値上げすんとさ、まずもう、スーパー行っちゃうよね。カツカツのとこでギリギリでやっててもさ、個人商店はね、太刀打ちできないよね。お菓子屋の片身フルーツナイフ、I love this very much。 まあなんで英語で言うの？あのさ、あの東條さんはさ、クールビーズとかさ、なんか指きさすとか言うんでしょ？ねえ、あれ矢沢駅さんがあの最初だと思う。うん。やったんだよ、あなた。グレイト。あ、やったんだよ。あのね、英語さ、毎回言ってくるけど、俺英語なんかわかんねえんだよ。でもわかるのあんだよ。ティーン、ティーン。これわかる。聞こえた通りにわかる。その理由は、I can not understand をさ、知ってるから。で、知らなくても時々ね、20年ぐらい、30年、40年ぐらい前か、まだ NHK ラジオ、1980年ぐらいかな、NHK ラジオ聞いてた時にさ、ストラテジーっていうのが出てさ、戦略っていうのをいっぺんで覚えたね。うん。指キタスはね、ついに覚えないまま。LDGs とね、SDG だっけ？それもわかんないうち終わりだろうね。うん。何のことか全くわかんない。本当わかんない。わかりませんよ。わかりません。と。もちろん焼いて美味しい木の厚揚げ、もっちり新食感、2枚入り、相模屋なんか書いてあるね。あ、今日までだ。これもこういうとこめんどくさい、ね、こうやんなきゃ何やってんの君はってなるよね。今日の夕食は豪華だよ。400円も、5キロで400円も高い米だもんね。同じ米なんだよ。味が変わるわけじゃない。
俺袋じゃないんだ。穴がプレスティックベーっていうの、プレスティックベー、そうやって聞こえたらね、そうやって言えばいいの。私はこれを食べたいですって聞こえたら、わー私日本語って言うとバカなのって言われちゃうよね。これともっちり食感と切ってるからな、これも切らないとダメだな。目が悪いじゃん。これがさ、ハサミがこっち行ってんのかこっち行ってんのかわかんねえんだよ。何自慢してんの。王国ですよ。あなたがいつそうなるかわかんないでしょ。そういう時に経験があると、そういえば仲間のバカがなんか言ってたなって、無駄になることはないんだよ。となんでここがっていうと、ここはね見せちゃいけない、この広い野原いっぱいのこっち側はね、うん、次何あるか。人参のこれあってないの？あるよ。妹が言ったんだ。いっぱい、いや、買ってあるから、作って食べなって。トメガ。トマト、トメガ。そうって聞こえたらね、そうって聞こえた通りに言うから、それ何って言わなくていいの。無駄な抵抗しなくていいの。ね、僕は生きがって人と違うことやりますよって言ったって、トメロって言えば、あ、トマトですねって分かるから。ね、これはキャロッポじゃないですよ。キャケワ、キャケワ、何言ってんだか分かんないね。ケワ、それなんすか？人参です。こっちか。Why do you? Pig. What is? The carrot. Carrot. 日本じゃその言わないもんね。Potato.お腹がよじれちゃう。こんなもんかね。じゃがいもだけじゃないんだよ。皮が厚く切られてしまうのは。じゃがいもだけじゃない。うん。それはね、君、そのまんま皮なんか、皮に一番栄養なんだよ。そうだね。うん。これからそうしましょう。今やれよ。うん。ほんとだ、自分でもね、こうやって剥いちゃうじゃん。ねえ。これだもの、あなた。これだけでお腹いっぱいになるよね。もう少し入れようかね。もう母ちゃんいないから、これを皮を剥く必要もないんだよね。考えたら。ね。皮剥かなくたっていいんだよね。今度から皮むかないで食べよう。あ、でも妹がさ、作っといてくれると、ついでに作っといてくれると助かるんだって言ってくれるからさ、言われるよ。お兄ちゃん、切った皮の方が熱いじゃんみたいな。いいんだよ。これを例えばお庭に埋めればさ、畑の肥やしになるわけでしょ。ねえ。なんかうまくできてんだって。で、これでくるんでね。皆さんはいかがお過ごしなんですか。このゴールデンウィークに、ゴール
レームウィークに何をなさってるんですか。セブン、セブン、セブン、たまねぎ。セブン、セブン、セブン。ギマネーター。ギマネーター。いっぱい入れちゃう。切ったのはぐんぐんもうハドオレディデッドなんだよすごいよね、本当にすごいよね。ちょっと洗って、え、何やってるか見えません。胸がいかいここでやらないかわかんないよね、うずくまる。たまに気まないだ。畑の肥料になってください。なんていうのかね、俺は金がたまんないのはさ、全てにおいてこういうことなわけよ。でも後悔はしない、まあ、関係入った時じゃん上出来だったのねっていう感じだと思うよ俺の場合。でもね、子供がないからさ、ここだね、うん、子供がないからさ上出来以前だよな、うん、人間失格ってやつだね、うん、で、トンメーラこれはこっちで、トンメーラー、太陽と水の恵み、南アルプス農園の天然水トマト、トンメーラナチュラルウォータートマト、ネチュラルワーラトメーラ。何言ってんの、やらましいんだよ。3つぐらい入れちゃうかね。あ、これしようかね、一個一個かたさないとね。トンメーラ、撮りましょうね。記念の写真を撮りましょうね。これはチーピクじゃありません。入れます。で、もったいないよ水が。横浜市はね、2ヶ月に1回請求、1ヶ月ね20立方メートルまで、キャベツちょっと茶色いな。
20立方までね、1500円ちょっと。で、2ヶ月で、集金。だいたい、基本料金なら3150円ぐらいだったかな。なんでもいい画面だね。あなたが調べたら、横浜市の水道料金ってすぐ出るから。こいつ嘘言ってますよ。ぐらいかな。嘘とぐらいかなは違うよ。明日は大雪の恐れがあります。ね、3センチ大雪って言われちゃうとね、まあ、結果ですから、ね、天気予想ですか。もう予想かな。嘘つくの。このぐらいで、あらがたが片付いたんじゃねえかな。で、こんな感じです。おお、むだ。こんな感じです。なんか、まあ、いろいろ入ってます。今度、出来上がりという。20分間待つのだぞ。もうこれは、プラゴミは言われちゃっていいの。プラゴミはね、土曜日、明日は金曜日で、生ゴミ、生ゴミ。じゃあ、ということで、皆さんはいかがお過ごしなんですか。この、なんていうんだっけ、ゴールデンウィークっていうゴールデンウィークはもう、言っちゃいけない死語になったの。それ、誰が決めてんの？何人が決めてんの？何人が決めてんの？お客さん、どっからお目になったの？なんでわかった？目見りゃわかる。目見りゃわかりますよ、お里が。あなた、さとちゃんね。記念の写真を撮りましょうね、さとちゃん。これがさ、手がこれだからさ、こういうのが突っかかるわけよ。ざまめろって感じでしょ。難病になるとね、思いのいかないこといっぱいありますよ。じゃあ、そういうことで火をつけましょうということで、にぎにぎにぎと。どこだっけ。Thank you for watching. Come back again next Sunday when world is come. I couldn't know it. But it's good for you. いずこの地もそれぞれに Home. May the second 2020. あ、今俺の顔が映ったかね。ちょっと May the second 2020.Thursday evening, 4, 5, 9. さよなら。じゃあ、後で、生ゴミも無理ね。生ゴミも、もう、いいでしょう。これで、まあ20分ぐらいしたら、あ、そうそう、フォーゲッタブルだね。これだ、これコンソメ。この大きさだから2つかね、3つでしょうか。いかにも性格が現れてますよね。きちんとしてんでしょ。血液型すぐバレるね。俺がさ、高校の頃、今からだから50年ぐらい前さ、今から50年ぐらい前、ここでやれよお前。
血液型、カッパブックスでね、血液型の本っていうの出たんですよ。今と違うんだよ。最近流行が変わったのか、なんか、移民が増えたのか、それはわかんないけどさ、A 型は欧米人に多いと。4割ぐらいだったかな。うん。これで、日本人も A 型が多いと。それで、O 型は、黒人と。それで、B 型が、中華人民共和国人。その頃はね、世の中中で中国って言ってたね。中国って。うん。だから俺はね、これは燃える、あ、もう、いや、もうこれいいや。で、俺はね、中学へさ、入ったのが1968年なんですよ。で、あ、火つけんのか。これがもうね、やっとこさっとこなわけ。これも、熱い熱いさ、つくときとつかないときなんだよね。20分ってことね。24分になっちゃった。今いいや。ね。お、なんだよ。なんだよ。あ、そうか。朝ごはんを吹きこぼしたからな。ということで、火がつくまで3万年ぐらいかかるということが判明しました。あ、じゃあ、そういうことで、にぎり、にぎり、にぎり、そういうことで、にぎり、にぎり、にぎり。と、なんじゃっけ。ああ、まだ途中はね、そういう風になってましたよ。カッパブックスってね、すごい流行ったんだよ。小学校のね、5年、6年がね、頭の体操っていうの。うん。で、血液型の本がさ、すごい流行ってさ、A が欧米人。で、日本人も A 型が多いと。で、4割ぐらいと。で、3割が、黒人。それで、2割が、B 型、中華人民共和国人。で、AB 型なんだか忘れちゃった。特に何ってなかったんじゃないかね。うん。最近は違うんでしょ？やっぱ移民してくれば違うもんね。でね。お客さんどっから見えなかったの？この前、なんていうの？あ、これをね、あそこをさ、ちょっと掃除しなきゃならないわけですよ。ほんのちょっとね、あ、トライアゲンしてみようか。何事もね、一回で飽きなきゃならない。これでっかいね、鍋の時もダメなんだよね。これ外してみようか。もうつくんだよ。空気が足んないんだよね、これが。だからこの五徳をちょっと上に上げればさ、今ついてるんでしょ、ゴーって。これ半分ぐらいかけようか。半分ぐらいかけて。これでいいかな。よかった、掃除しないで済みました。頭痛なしの私には、よかったって感じ。ということで、皆さんも、良い週末をお過ごしください。海へ山へ行楽にね。車中泊なんかいいんじゃないですか？来たよ、釣ったよ、食べたよ、寝たよ、起きたよ、帰るよ。じゃあ、そういうことで、ありがとうございます。こうやってやればいいのか。握り握り握り、ね、これとこれね。あ、爪そろそろ切らなきゃなんないね、うん。この爪もね、全部切っちゃうとね、ギター押さえにくいんだよ。で、これ以上伸びちゃうともうダメ。うん、その人その人で爪の長さってあると思うよ。
俺の場合頭痛がないだけだからね。あ、じゃあそういうことで、あ、20分から始まったんだね。あ、4分4体言ったんだ。さよなら、ごきげんよう。あ、止まっちゃった。酸素が足らないから窓開けるかね、窓開けるかね。30分32秒、さよなら。あと1時間か2時間したら夕ご飯を食べるシーンを撮れるかもしれません。さよなら。ブリグリフォークス、This is GIVANAL、横浜シティジャパン、土曜カバデリカムセーションザゲインツユー、May the second 2024 Thursday evening、5:14 PM。 ということでね、聞こえますかね、窓開けたんですよ。これで換気扇回して、ごとくを掃除して、で、午後今なってるんです。でも これ鍋でっかいんですよ。30センチ弱かね、直径が。で、これでこう、ごとくを塞いじゃうとさ、うちちゃんかな、空気が、あ、何これ、何したの、あ、今、ガッチャガチャガッチャガチャさ、何でもガッチャガチャやるからね、本当に、やめちゃう。あ、もしかしたらね、今日お風呂入りさせてもらったんだ。で、床屋やったから、あ、床屋でハサミだ。床屋でハサミ。で、あ、じゃあね、久々にやろうかね。ね、箸の持ち方。ちょっと乗せてみますね。これで、また火が消えちゃうようだと、困ったなっていうか、このでっかい鍋じゃできないよっていう感じ。なるべく空気がいくように、こうやってね。じゃあ今日は箸の使い方をやります。海外からご覧になっている方はいらっしゃらないと思いますが、日本人は箸が使えないと話になりませんからね。これ菜箸って言います。ね、この使い方、海外の方はね、お箸をこうやって使います。こうやって使います。そんなね、みっともないことやるならね、こうやってつまんで食った方がいい。つまって食った方がいい。日本にはつまんで食う文化がありますから。箸が上手に、箸ね、こんなことやって、こんなことをねじって、こんなことやるなら、使って食ったら、あ、粋じゃんってなるから。まあでもね、箸の使い方、久しぶりにやる。3年ぶりぐらいかな。これ、菜箸って言うの。チャップスティックス、口紅は。まずこうです。ペンソー。ペンソーホーディングスタイル。鉛筆、誰でも持てんでしょ？これ誰でもできます。問題は今度は、これ。これは、ドラミング。で、これは、ペンソ。これはペンソ。で、こうなるわけ。お前、器用じゃないね。これがさ、あ、掃除したんだよ。この手だからさ、この手だから。人間の手って大概こうなんじゃん。俺はこうなるからさ。ね、自慢してるの、ほぼですよ、ほぼ。一回目できたじゃん。俺ね、何でも一回目ができんだよ。で、こうやって出来上がる。あ、爪を切らないとまずいね、もうね。まあ、不潔って感じだよね。不潔でも箸がこうやって持ってんとね、キーポイントはね、ここです。ここにね、このドラム、動かないでしょ？ここ動くでしょ？こうやってつまんだり、分けたり、するわけです。キーポイントはここです。ここ。
そこに乗っけると、これができれば箸持てます。大概の人鉛筆持てますから。でもね、お小学校の時びっくりしたのはね、鉛筆をさ、普通こうやって持つよね、大概は。なんかね、なんかこういうふうに持って、でね、その人差し指はこんなになって、鉛筆そんなに力入れなくてもいいんじゃないか。で、お箸がこうやってずれた時はこうやってやってやダメです。野蛮人が野蛮人、もっと野蛮人って言われますから、ずれてたら両方の手でこうやって揃えればいいです。こうやって揃えればいいですね。こうやってやれば握力もうだんだんできなくなったね。あ、こっち左手はさ、左手はちゃんとできるから、左手できんかね。もうじじいになったってことだね。ここにね、力が入んないんだよね。何自慢してんの。あなたもね、難病になると分かるよ。で、年取るとさらに分かる。1回目はできたじゃん、もう2回目できない。それが私です。悲しいな。ここ、そうそう、キーポイントは、こことここです。で、押さえんと動きませんから。で、こう。久しぶりに足持ったから、足の持ちが、で、ずれたら、こうやって、これで調節します。ね。足の持ち方です。コツはここで、ここでギュッと押さえて、ここに乗せます。ここへ。爪切れよ、はい。いいかな。これ箸の持ち方だけでさ、箸を走る。あの、こう閉めてみようかな。良さそうだね。うん、こうやって何でもさ、固めだとね、本当に距離感ってないんだよ。よくね、この固めで、あの、減点ゼロ、罰金ゼロでいったと思うよ。もう何十年も前だからね。あ、20分33秒かね。7分13秒。うん。で、今日はね、あの、会話。人間には4種類。人間には4種類。1、伝達する人。会話をする人。伝達もできるし、会話もできる人。伝達もできないし、会話もできない人。この4人が、4種類がいると思います。まあ、伝達事項っていうのは、まあ、軍隊でも、ね、今日はこれとこれとこれをやるよと。だから、古軍は黙って聞くだけじゃん。伝えるだけと聞くだけ。いよいよ兄ちゃんって言っちゃいけないの。粛清ってなるからね。粛清ってなる。あ、水が足んねえ。よかった、気がついて。そんで、もう一回言いますね。世の中には会話をするときに伝達する人、それから、会話をする人、それから伝達もできるし会話もできる人で、伝達はできないし会話もできない人、この4種類が大雑把に世の中にいると思います。で、これにこれが混ざってたり、これにこれが混ざってたりする場合もありますが、大きく分けて、伝達する人、会話をする人、伝達も会話もできる人、伝達も会話もできない人。伝達は、今日はここ行ってこれでやって、これやってやりますよ、と。それが伝達。で、会話っていうのはさ、まあ、日常会話、キャッチボール。どんなに、こう、
順序立ててこう行こうと思って、あ、ほんでさ、そんでさ、爪ずいぶん伸びてんね。あ、長い冬越えてきたってか。で、なんだっけ、会話、俺の場合は伝達をすると妹に嫌がれる。で、会話をすると妹に嫌がられる。伝達も会話もできないってことかな。人の話を聞く。だから俺と妹が喋るとね、同時に喋って同時に終わる。うん。まあ、いらなって言われちゃう。うん、分かりました。どんな状況でも、例えば軍隊で教官が子分にこういうふうに言った時、お兄ちゃんちょっと違うんじゃないのって言ったら、腕立て100回、100回ぐらいできるでしょ、甘い。で、次にもう一回お兄ちゃんって言うと、あ、もう100回できんでしょ。200回ぐらい、500回ぐらいできんだよ。3000回って言うとね、やってみようってコンタは湧かないよ。やってみようってコンタは湧かない。そうすると、ああ、教官が喋ってん時は、下手なこと言わない方がいいなって分かるわけで、俺が小学校4年の時に大学出たてのチャキチャキのこれがね、縄文時代、14000年、ね、中国4000年の歴史っつって、花屋の、桃楽家だっけ、怒られちゃって3000年って言い直したんだから、小学校の時ね、55年ぐらい前かね、うん、もっと前か、60年前か、60年前で9歳だもんね。うん、58年ぐらい前かね、うん、先生に言ったんだ。これなんで縄文時代ってなってるんですかって。縄文文明じゃないんですかって言ったら、もうその日からこいつもう朝から晩まで吊るし上げ、うん、それの顔見ると、朝始まって見るとさ、あ、なんなん君はちょっと外出ててねって、廊下出ててねって言われるんだ。で、昔はね、その廊下の壁がさ、ベニヤが張ってあって、1センチの、こう1センチのね、角材が化粧にこうやってしてあるんですよ。あ、防音なのかね。1センチおきに角材がこうやってなっててさ。で、俺はそのこう、廊下出されるんじゃん。その、凸凹をさ、カタ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 って教室の端までやって、廊下の外でね、でカタ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 ってやるわけ。うん、外出てって言われた。うん、外出てって。1時間じゃない、次の時間も次の時間も。ずっと。でもね、それやって同級生が、お前よって言った子誰もいない。クラスで一番ちびっ子だよ、俺。誰もいない。よくやったねっていう人もいない。なんだかわかる。よくやったねっつったら、あ、こいつも粛清しちゃうかなってなるか。ダメになったでしょ？伝達する人。会話をする人。伝達と会話ができる人。伝達も会話もできない人。先生だからって偉いわけじゃないからね。ね、F 君、FR 君、給食ね、コッペパンと脱脂粉乳とマーガリン、これ全部食べないとお昼休み外出してあげませんよったら、毎日毎日パンをさ、このぐらいずつ、まあ細かく分解してさ、まあ、コッペパンとこのぐらいあるじゃん、机の山盛り毎日。目を上げたよ、この大学出た時のチャキチャキのこいつ、うん、目を上げた、うん、
そんで気に入って、そのうち遊びで。FR。F 君も多いね。俺の、高校の時の俺の、ね、教団の、あの、うぜえやつはね、一番前に並ばされる教室で、黒板の一番前。で、廊下の穴、ゆうくん。俺、F 君。単調チックくん。高校時代っての見て。うん、でその、うん、まあいいやね。でそういうことで、あぐつぐつに、あ僕だったにだった、あ今日ためにならない雑学です。すごいためになった。あの、ね、飛行機雲っていうのは高度 6000m でマイナス30度の時にできるんだって。でもう一つはね、ラジオ体操第一の1番と2番は、1番と2番は作曲者が違う。言われてみれば画期的に違うよ、うん。あと、もう一つはね、白い殻の卵と茶色い殻の卵とカロリーは一緒です。栄養は一緒だったかな、うん。でもやっぱ茶色い卵なんか見るとさ、あ、栄養があるのかな、高いよなって。買えないよなってなるよね、うん。でも皆さんも会話もできず、伝達もできない、うん、方、厳しいと思うね、どんな社会ってもね、うん、厳しいと思うよ。俺それだな。俺何言ってるか分かんないでしょ、お客さん。そういうことで、風が鳴いている5時31分ということでした。さよなら。2000年もたるのか、2024年5月2日木曜日午後何分だか忘れた、17分17秒。画期的に素晴らしいね。やればできんね。諦めちゃったからね。足の持ち方ね、久しぶりにやるとね、なかなかうまく。コツは、足を持つコツは、鉛筆は誰でも持てますから、こっちで、これは誰もできます。ここで押さえて、ここへ乗せる。爪切れよ、お前。つけて。ね、爪がきれいにマニキュアしてあっても、お箸をこんなことやってこんなことやってやんなら、こうやって食いましょう、こうやって食いましょう、笑う人いないよ。にぎりクリーミーフォークスデセルギーバナーアルキオーパーマセリーショーパークラウドマデリカマサクタビショーパー2024年5月2日木曜日、午後5時43分に占ないです。ます。です。ます。ということで、洗いました。で、つつがなく終わったんですが、抜け作くんの画期的な失敗は、これを入れるの忘れました。これを入れるの忘れました。今からですよ。もう20分やっちゃったんだけどね。この間ね。でもう5分ぐらいやりましょう。あ、胡椒も入れてない。これ鶏ガラスープも入れることあるけどね。俺はあんまり鶏は好きじゃない。これやることやったね。あ、胡椒ね。
で食べるときに味をねちょっと足します。でもこのね野菜とあのなんだっけこれねコンソメ、どこの会社なのか知らないけど AGF だね味の素フーズだね。せんかこうやってやってねって言ってこうやってやってね、はあ、じゃあこれがまあ冷まして食べればね、なんかいいことあんかね。これ3つ全部くっつけちゃうかな。どうやったって2分だからね、見てくださるの、まあさ、妹にも言ったんだ、ゆっくりしてきなよって。もうお母ちゃんのさ、ことないじゃん。だからもうここにいなくてもいいわけよ。お母ちゃんを助けに来たわけだから、お母ちゃんを見送ったらもう好きにしてるわけよ。なんか日帰りのつもりでいたんだけど、着替え持たずに行ってさ、で、まあ、近所の買ってさ、今日ね、沼津、俺が言わせばいいのにさ、沼津ね、行ってみたらどうったら、ちょっと違うな、木がない。なんで、片側三車線で、どこまでも直線で、ドーンみたいな、木がない。やっぱね、実際行ってみないと分かんないわね。なんで三島へ戻ってきてさ、それでも、沼津からね、どっかあれをバス乗って、なんか温泉、なんか三島の温泉はね、バス乗って駅から乗るとなんか3階に、ね、露天風呂があって富士山が見える。今日は見えなかったって。まあ行った場所は違うんだけど、曇りでね見れなかったって言ったね。まあ明日の夕方には帰ってくるよって言ったけど、まあもうね、お母ちゃんのことないんだから好きにしていいんだよ、ね、俺の名前言ってさ、俺のことなんかもうどうでもいいんだからって言ってさ、そんな感じだね。でもう引っ込めとこうかね。ということで、蓋をしましょう。蓋をしましょう。これも妹が随分長く使ったんだよ。妹というの、そんないっぱい作らないでって。俺ずつなしじゃん。いっぺんにさ、朝昼晩朝昼晩3日分ぐらい作っちゃわないとさ。でも鍋がこうやって下がってんとさ、あのよってなるから言わないけどね。言わないけど。帰ってきてこれ一応洗っときゃさ、まあいいんじゃない。そういうことで、ランケフォーはワッチンカバーがゲインでサムでワインフォーディーつかまーいくずんとノイトポポーディーつくるこういう。何手が用意をしてんの、おじいちゃんだからじゃない。あ、水がないね。お水がない。ちょっと水をね。お水をあげましょう。何ポタポタ垂れてんの。握力が弱いからね。何言い訳ばっかしてんの。そういう人生になる人も多いよ、年取ると。でもお母ちゃんそれがなかったね。手だってさ、これがさ折れてこんななっちゃってるか、こんななっちゃってさ、こちらも握ったまま、これでお箸をこうやって掴んでちゃんと食べてたよ。スプーンにしたら固くなり、でも最後はねちょっと辛そうにしてたからさ、でもお母ちゃんはねじれるってことなってなんない。で俺がさスプーンで食べたらって、最初はさいいよっつってたんだけど、ある日ある時の境にそうだねっつってスプーンで食べるんだと。
まあ偉い人だよ。教育者の娘だからね。同じ教育者でもさ、さっきのカタ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 、こういうバカもいるけどね。ねえ、縄文時代集落があってさ、世界最古の最終狩猟民族でさ、文字もなくあうあうその日暮らししてたの。森を管理してたんだよ。小学4年生で分かったよ。これなんで縄文時代なんですか。目の敵にされたよね。あの時もう少し聞いてたら、お客さんどっから見えなかったの、名前なんちゅうの。そんなこと言ったらね、大変だね。本当に大変だったね。え、そんなことでくじけませんよ。くじけない、でも俺よりくじけなかった子は F 君、 FR 君。コッペパンをさ、5ミリ角ぐらいに粉のように、お昼休みはね、確か30分ぐらいなんだよね。給食食べた後、お昼休みは30分ぐらいあったと思うんだよね。だから早く給食食べれば、給食が15分で30分かな、45分かな、全部で。でトイレ行って、なんで50分でまた午後の時間なんだけどさ、その15分間ずっと。で休み時間の終わる30分もずっと45分間コッペパンを粉にして、こんなにして、あっぱれとしか言いようがない。あのよ、小学4年生ってさ、6、7、8、9、9歳か10歳じゃん。詰め切れよ、はい、ね、9歳か10歳じゃん。そんなのをさ、手玉に取ったつもりでいても、日本人って1万4000年だから、ご近所2桁、戦争があって3年か4年ぐらいで独立したんでしょ。相変わらずまだ戦争してるよね。バカなのと思う。一回で降りろっていう。僕んだ君だ、僕んだ君だって、ね、これからはモーター電池自動車で時代なの。違うよ、今度は空飛ぶ自動車だから。軸をぐるぐる回しただけじゃね、空飛べないよ。やっぱりね、ジェットエンジンぐらい作れないと。あと俺なんか小学校の時にさ、こんなちっちゃいマブチのモーターがあったよ。今ご近所やっとこれじゃん。何言ってんの。違うんだよね、もっと素晴らしいんだよね。火吹いたりしないよね。だって軸ただぐるぐるって回すだけだからさ、脳みそあんまりいらねえと思うよ。2024年5月2日木曜日。なんで手がヨヨヨしてんの、おじいちゃん。力が入んないんだよ、手に、指に。何自慢してんの。報告ですよ、報告。5時53分。なかなか感じでした。お前名前いくつ持ってんの。どっから見え握り、詰め切れよ。Good evening, folks. This is Yuval, Yokohama City, Japan. Yokohama City, Kama Station, again, to you. April the 10th, 2024, Wednesday evening, 6:42 p.m.今日も夕ご飯を作ってさよならです。作るのはご飯にお醤油とおかか入れて
お水入れてチンですから2分見る必要ありませんよ2分も見る必要ないです。20度、20degrees of Celsius、ね、じゃあご飯を作りましょう、ね、ご飯を作りましょう。これだね、うん、これはお菓子屋の形見です。これも形見です。私もお菓子屋が作った形見ですからね。でご飯ね、どう、お待たせ用意しました。お水をみんな用意しました、ね、ちょっともうお腹空いちゃってね、今妹からもらったんですよ。妹は忙しいんだ、世間が広いからね、うん、毎日どっか出かけてるよ。でもね、それをさ、あの去年の一昨年か、一昨年になるね、一昨年の秋口かな、もうお母ちゃんがずいぶん弱っちゃってさ、で介護しながら妹はやっぱり出る用事があってさ、でお母ちゃん行ってくんねって言ったら、行ってきなってお母ちゃん言うんだ。で妹が玄関出るじゃん、ほんとガクガクもうそれ見ててさ、一昨年の秋、もうね、お出かけしないでくれないってお願いしたんだよ。お前が出てくときね、行ってらっしゃいってニコって笑った後さ、お母ちゃんがっくりしちゃうんだって、で無理言ってさ、それでもまあ最小限のとある用事のさ、とある用事の君はさ、その、いい加減しか直せないの？うん、直せない。2回に分けて出せないんだよね、ちょっぴり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 でっかく出せば言えんだよ。もうもう一遍とね、自分でもイラつく。なんで俺は小声で喋んなきゃいけないのかなって。うせってやれんだよ、俺。うせってやれんの。で、お水入れて。うん、足りるかな、これ足りるかね。あ、ギリギリ足りたね、うん、このままだね。おしょいと、カカカラカララララカラカラカカラカカカカラカカララカララカカラカカカカカラカカカんよそうえん。あの歌も歌ったけどさ、英語が全くわかんない、米語が全くわかんない。書きませんよ、いいや、もうこれでいいね。しばしお待ちを、このね、テーブルの上、テーブルっていうか机の上の硬いすぎますから、しばし。ここもないからな、しばし。ちょっとね、お水、これをもうポットに入れて、ポットに少し残ってんから、うーん、もう寝たきりの守備範囲が狭くなっちゃって広くしないと、組み入ってこないとね。なんでこれがここですよね。これで、ね、確認しないでぐる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 やってんといつまでたっても入んない。でこれだね、うん、飲み残したね、うん、
で妹が来たから、あの1300円ぐらい残ってたじゃん、1400円だが。で、封筒ごとさ、それで預かるんだよね。で、毎回払ってさ、で、足りるかどうかわかんないけどってさ、白いお米を頼んでさ、焦げすずれん。米あるよ、米はいっぱいある。米はいっぱいある。うん、あの、玄米ね、うん。白い方がないからね。でもまあこうやってさ、なんとかかんとかやってるわけですよ、しばし。しばし、何をしたんでしょうか。ね。あ、YouTube さ、ね、あの、この YouTuber さん素敵ねなんつったって、画面の外で何やってるかわかんないんだよ。わかんないの。しばし。ということで、入れたよね。で、ワインを入れて、ワインもこれだけだね。ワインを入れて、なんかね。で、お湯を、お湯を沸かさなきゃなんないね。先を沸かしとけ、先に。じゃあ、そういうことで、また、しばしってことね。しばし。で、これでいいんだね。これで、これ溶けちゃうな。チョコレートは、チヨコレート、じゃんけんぽん。あ、なんだっけ、なんとか王さんっていう人いるじゃん、日本拳法のチャンピオン。あの、プロレスラーの、後出しじゃんけんなんとかぽいっていうのがあるよね。俺もやろうか。真似ばっかりしてんじゃねえっすな。俺、真似ばっかで、日付は林修理先生。エンディングは、リチャード・ジーン・ザ・フィッシング・マシーン。で、やってるのは、今やってるのは、葛飾さん。松崎葛飾さん。は、歯切れ悪いな。大丈夫。あれ、手間違いなかったっけ。そこで、これをこっちやって、ここか。ここやんと見えなかったね。ここじゃまずいな。これをこの辺に刺します。だからガラカラ、だからガラカカラ、カカカ。ラララララララ。え？これだけます。向こう行って邪魔。で、チョコレート、チョコレート。チョコレート。これ出しとこうかね。チョコレート。あ、ご飯。まだこの下に白いの、上に茶色いの、茶色いのはまだいっぱいある、まだいっぱいある、まだ4キロぐらいあるんじゃない、しばし。もうやることない。あの、だからご飯をね、炊きましたよと、セットしましたよと。18時53分で、さよなら。あとはまあ、ヨタ話ですから、聞く必要ありません。なんかやったの？ 11 分、ああ、惜しいな。2分しか見てくれないからね。でもあれ、どういうんだろうね。ただご飯作るだけで、あとヨタ話してさ、なんか60回ぐらい見てくれてるよ。3日ぐらい前のやつ。なんでだろうね。何が気に入るのかね。あの、振り込み詐欺、あの、タイトル詐欺かね。失礼。訂正。もう10日ぐらい前かな。あの、10日ぐらい前にアップしたのでね、金田正一さんって言って、申し上げてたんだよね。
俺ちっちゃいとこから金田正一さんだと思ってたの。野球あんまり好きじゃないからさ、金田正一、正しい位置で正一さんだと思ったら正一さんっていうんだったね。うん、お味と訂正を申し上げます。すいません、名前間違えちゃって。金田正一さんね、69歳までね、金田正一さんだと思ってた。うん、だから、まあ正しいの1、まあ正しい1ってすごいよね。正しい2とか3じゃないんだもんね。うん、誤りの1じゃないもんね。お父さんのなんか意志を感じるよね。お前は正しく一番に行けよと。ね、400章。すんごいね。で、この正しい位置でさ、正一さんっても読むし、正一さんとも読むし、読めるし、正一さんとも読めるよね。だそういう名前 だと、やっぱり学校がさ、小学校卒業して中学入ると、金田正一くん、いや違います。僕は、なんだっけな、正一だったっけな、忘れちゃった。そういう名前さ、まだいいよ。正一とか正一とか正一は読めるじゃん。あんたバブルの頃さ、いわゆるキラキラネームっていうの、なんか画数の多い漢字を3つさ、ごってごてにやってさ、あれ流行ったね。なんちゅうの、例えばさ、ドラマチックみたいのをさ、怒る、怒涛の乱暴な魔法の、チクとかさ、何その当て字は当ててさ、なんかね、緑と書いて横浜ですみたいなさ、やっぱりね、あの名前やめた方がいい、絶対やめた方がいい。新しい学校入んじゃん、あれはクラスが変わるじゃん。で先生が回覧板じゃなくて何つうんだっけ、名前が書いてあるの、通信簿じゃなくて何つうんだっけ、出席簿、出席簿見て、青山一郎くん、伊藤大輔くん、宇崎竜斗くん、遠藤幸吉くん、大山松五郎くんね。で次にさ、かきくけこ、これはどこで聞くのかね、違います、金田正一です。あ、金田正一ね、正一と、うん、分かった。で2年生なんじゃ、安西正一くん、伊藤広三郎くん、上を向いてある、言っちゃいます、植えた五郎です。上田じゃないのかい、上田です、五郎だね、上田五郎で。またクラスが変わんじゃん、今何時、これなんて読むの、ピンポンパンです。あ、そうかね、じゃピンポンパン。そういうのね、子供にはすっごくね、精神衛生的に良くない、本当に良くないよ。クラスが変わったらさ、その1年間はさ、どんなに難しいさ、赤と書いて僕の名前は黄色ですでさ、通っても、クラスが変わったらまたダメじゃん。で、学校変わったらまたダメじゃん。で、お勤めした先でまたダメじゃん。で、歯医者さん行ってまたダメじゃん。ほいで、だんだんもうくるくるになっちゃってさ、診療内科行って、
これなんて読むんですか？赤と書いて黄色です。でも本当は緑なんです。でも時々は茶色って呼ばれてます。で、どれがいい？やめた方がいいよ。本当にやめた方がいい。本当にやめた方がいい。親のエゴ。赤と書いて黄色と読みます。でも本当は茶色なんですが、緑と通常は短めに読んでます。やめた方がいい。もうね、そのキラキラネームがダメなんじゃなくて、その親のエゴ。赤と書いて黄色と読みます。親のエゴ。子供かわいそう。例えばさ、そうね、中村幸子さんっていたとすんじゃん、幸せな子供って。ね。で、幸子さんはさ、誰が読んでも幸子じゃん。ゆき子とも読むね。いえ、幸子じゃありません。ゆき子です。あ、そう。ゆき子だっけ、幸子だっけ。いえ、茶色です。あ、幸子と書いて茶色と読むの？そうです。お前のお父さん、くるくる？いえ、キラキラです。やめた方がいい。ほんとやめた方がいい。あのさ、小学校でさ、例えば中村一郎くんならさ、比較的画数も少なくて、小学1年生でもさ、最初はひらがなで中村一郎って書くかしんないよ、幼稚園。でも幼稚園の年長さんぐらいになれば漢字で書けるかもしんない。1年生になればもう漢字で自分の名前書けるよね。その時に、バラ。バラなんて俺書いたことないから書きようわかんない。漢字2文字でバラっていう名字でさ、バラ、レモン。バラレモンちゃん。漢字で書けねえし。小学生がさ、自分で。さあ皆さん自分の名前、1年生ね。小学1年生。さあ皆さん幼稚園の時はひらがなで自分の名前書いてたでしょうけども、小学生ですから、今日から自分の本名をね、本名をね、ちゃんと漢字で書いてください。できた人から、先生のとこ持ってきてください。あ、青山くんできました。で、できた子からね、初回だからさ、ね、第一回、取捨選択、パンチョイト。で、みんな、グランド遊び行っちゃうじゃん。バラレモンくん、先生もね、そのバラっていう字書けないし、レモンっていう字も書けないんだ。あなたはさ、ひらがなでバラレモンでいいよ。そうですか、先生。でも僕の名前、本当はね、バラレモンじゃないんです。え、何なの？キンコンカンなんです。あ、そう。じゃあ、なんて呼んだらいいの？茶色って呼んでください。あ、そう。いろいろご事情があるのね。はい。やめたほうがいい。でもさ、やっぱり、例えばよくあるじゃん、いっぱい。日本の漢字ってさ、中国の漢字はさ、カン、ピン、ポン、パン、キン、コン、カン、チン、タラリンとかさ、音読みばっかじゃん。でも日本はさ、音読みがあって、訓読みがあってさ、一つの漢字で、いっぱい読めちゃうじゃん。だから、なるたけ親はさ、この名前、一郎と書いてさ、ひとほがらとかそんなのないじゃん。あんまり。いや、ひとほがらさんがいたらごめんね。一郎って書いたら大抵一郎と呼ぶ。坂上二郎さんって書いて、ピンポンパン、キンコンカンって読む人あんまりないよ。萩本欽一さんって書いてあったら、萩本欽一って大概の人読む。矢沢永吉って書いてあったら、大概の人はね、
矢沢永吉って読む。だって永吉他に読めないじゃん。吉田拓郎さんも拓郎他に読めないじゃん。荒井由実さんもさ、荒井由実さんの場合は、吉美とも読めるかね、ゆうっていう字ね。でも二つぐらい読める名前で止めといた方がいいよ。四つも五つも読めちゃうような名前だと。これ、バラレモンくんでいいの？いえ、違いますよ。だってバラレモンって書いてあるんじゃ難しい感じで。いや、そうって書いてありますけど、それはよう忍ぶ仮の名前なんですよ。あ、そう。なんか政治結社かなんかの方なの？いえ。じゃあ開拓区民かなんかなの？いえ。じゃあ、海外からお見えになった方なんですか？いえ。日本生まれの、日本育ちの、金婚館です。あー、なるほど。それで、バラレモンと名乗ってるわけね。そうです。でも、あなた、ご兄弟はいらっしゃるの？いますよ。妹が一人。妹さんはやっぱりバラリンゴさんとか言うんですか？よくわかりましたね、先生。いや、伊達に、教師やってないからね。じゃあ妹さんはバラリンゴさんなのね。はい。で、そうすると、金なんとかさんなの？いえ、違います。ピンポンパンです。ああ、いわゆる、男女別姓ってやつ？そうです。ああ、疲れません？いえ、別に。あ、そう。でもこの先あなた、なんかこの名前に、で、どれが一番好きなんですか？バラレモンさん。いや、緑茶色が一番好きですね。え、本名は金婚館なのに、緑茶色が一番好きなんです。あ、そう。じゃあ毎日緑茶色で、暮らしたらどう？いや、なんかね、ハッケミの人に見てもらったら、隠すのは悪いんですよ。で、本名の金婚館もあんま良くないんですよ。で、バラレモンは比較的、画数数えるのめんどくさいから、こんでいいじゃないかなっていう、で、それになってるんです。あ、そう。で、緑茶色なら、他に読みようがないと思うけどね。俺もそう思うんだけど、お父さんはね、バラレモンなの。で、お父さんはちなみに何ておっしゃるの？バラアスパラガスとか？先生、鋭いね。先生、鋭い。はあ、やっぱ先生だけあるね。で、そういうことで、サンキューフォーワッチンカンバカゲーネクサンデー。ワンウォーレッカンマーイクズツノイ、ボゴーディツクフォーユー。いずこの地もそれぞれに、アローム。エプリル、the 10th, 2024, Wednesday evening, 7, 8,P.M. いずこの地もそれぞれに Home. Thank you for watching. Come back again next Sunday when will it come? I couldn't know it. 僕は It's good for you. いずこの地もそれぞれに Home. よいお年を。